久しぶりに会えるの、すごく私も嬉しくって。お久しぶりどころじゃなくて、本当に長いでしょ。10年以上？うわ、いや、最後にお会いしたのがいつかなと思って。でも、どっかでチラッとあーとかっていうぐらいのことはあるよね。エンジンで地方のどこか、でもそれも多分8年は経ってます ね通りすがる感じ。ああ、そう、そう。で、ね、今日はね、ほとんどもうね、もう全世界全国の皆さん、スピリチュアルカウンセラーの江原さんのことをご存知ですね。今のスピリチュアリスト、あ、スピリチュアルリストでも、私は今日はせっかくなので、うん、歌手のね、江原さん、バリトン歌手の江原さんとしてお話ししたいなと思って、うん、今日はね、特別いらしていただいて本当にありがとうございます。お邪魔さん、ありがとうございます。ね、で、私今日ね、一番最初に今日これいただいた、うん、バッハのマタイ自慢曲、はい、これを日本語で歌ってらっしゃるよね。そうなんです。山田実先生って方がね、いらっしゃって、でその方が日本語で全部、うんうん、クリスチャンの方でもあるし、でそれでやっぱりバッハを伝えるにはやっぱ日本語がいいということで、ご自身でね、日本語に合わせてだから、まあ、いわゆるちょっと編曲にはなるんだけれども、でも和声は同じで、基本的ベースはまあ同じなんだけれども、だけれどもそういう、なんていうのかな、ちょっとだからバッハの元々のマタイが好きな人はあれとちょっと違うと思うかもしれないけれども、でもこれはこれでね、非常にそのストーリーがよくわかる。でいて、あとやっぱり日本語だから、なんていうんだろう、それこそミュージカルでね、ジーザスクライススーパースターね、まあ、それのよりもバッハは先にやってたんだなっていうことがね、よくわかると思いますよ。そうでね、私もね、すごくこれ嬉しいのはなぜかと、私は自身ね、うん、まあ、スペイン音楽の以外にやっぱり、うん、ライフワークとしてバッハやってたくさんの CD をして、はい、日本だとバッハはね、例えばこういう CD、DVD をその宗教音楽のところに持ってかれて、すごくそのバッハをシリアス、硬い、ちょっとまあ暗いイメージで、うん、そしてね、すごいバッハのイメージがすごくそれでなんか変わってしまう。あとバロック厳しい方いるからね。で、そう、それで例えばもう日本の学校だと教育で音楽学校教室でカツラをかぶったバッハが教室の後ろに貼られているっていう、その怖い神様っていうね。でも本当バッハっていうのはその時のジャズっぽいね、本当に先端を打ってた作曲家 で私も本当に思うんだけど、やっぱりこういう、まあ、カンターたちなりこういうマスはドイツ語で歌われるとやっぱり私も意味がわからないけれども、それを日本語で踊られるとすごくやっぱり身にしみる、我々日本人。そういうことによってバッハの深みも分かるし、バッハの親しみやすさ、そしてバッハっていうのかな、毎日のそのミサのようにね、日常的な楽しむ生活の中に音楽、当時もそうだった、うん、それが、うん、もっと伝わるべきだと思うのね、うん、どうですか。いや、本当おっしゃる通りで、でまたね、この DVD っていうかね、の時は本当はこれね、オペラシティで有観客でやるはずだったんですよ、うん、コロナでできなくて無観客になったんですよ、うん、でその分演出を入れてね、要するに配信でやったんです。でだからそういう意味ではそのライブ配信として、うん、いいように、まあ、少し演出してるんだけども、だから、まあ、最近はでもね、バッハのマタイを演出を入れてねやるバージョンもヨーロッパでも多くなってるけれど、日本でもこうやって今この写真なんかもそう、客席を照明で十字架に、いやこれも素敵だなと思ったね。これ演出家のね、岩田達治さんって方が演出してね、で実はステージ上とでイエスだけは客席で歌うという、なぜかというとそれは孤独を表すんですって、イエスのっていうことでね、やり取りをするというエヴァンゲリストがいてね、でそういうようなことで非常にね面白い、実際にこれ見るの楽しい。そしてこの衣装もすごく素敵よね、うん、本当に神様みたいな感じ、このゴールデンの本当に神々しさっていうのかしら、バッハのね、うんうん、いやだからこういうこと、こういうね、演出がライトであって、それでバッハをより引き立てて、でも毎日楽しむ、もうそうやって私にバッハをやっぱりみんなに知ってほしいのね。あ、私もねバッハをもっと録音したいと思うんだけど、うん、結局レコード会社はバッハは売れない。こちらはバッハは入ってない、スペイン、これ実はスペインもの、ね、今回はスペインものなんですね。でも私はもっともっとバッハをね入れたいなと思って、あと弾きたいなと思ってるんです。でそれもいかにバッハが楽しいか、うん、でもう聴けば聴くほど自分の生活の中に入ってくる音楽だ、うん、それをもっとやっぱり知ってほしいよね、うん、あでもこれすごく楽しみ本当にね。
いやでも嬉しいです、そのように言っていただいてね。そうだからね、どうしても、うん、今私教えてるんだけどね、そのバッハはやっぱりあのピアノの意味でも基本なのね、うん、そうでインベンションシンフォニー、とにかくバッまず誰か弾いていて、あこの人を弾けない理由はバッハを弾いてないからとほとんどがあのそうなんです。で聞いてみるとバッハってやったことあるって言ったらもう1回しかない、1曲しかないとか、ね、本当にそのねやっぱり先生方がいかにバッハの大切さで、もっとその学生の頃若いそのピアニストを目指してなくてもバッハは基本、バッハをやればやるほどもっと上手になるんです、ショパンもロマン派も。そこが抜けていきなり自分が好きな難しい曲ばっかりやってバッハが抜けているとね、もう本当にその音楽の基礎が抜けちゃうのね。でそれもやっぱりすごく残念なことなんですよね。でみんなバッハがそれってね、歌も一緒、そうでしょう、あのね古典をやっぱり大切に歌わないと、古典っていうのはね全ての基本なんですよ。だからあのイタリアとかのね、僕はイタリアの古典歌曲とか、うん、であのなんかね一般的には受験のために歌ってるとか、あとはなんかこう、うん、コンサートでもすごく最初のね簡単な歌曲として歌ったりとかいう風に捉える方が多いんだけど、マリさんがおっしゃるねバッハと同じで、いやもうね常に私はね帰るそこに、そうなの、そう、うん、だから私落ち込んだ時はもうゼロを戻るためにバッハ、うん、そうすると自分を見つめ直せるし、うん、でまたあなんていうの自分がまた戻って原点に戻っていろんなことを復習して、そしてまた新しい方向性がね、うん、分かるっていうね、うん、だからその、ね、あまりにもバッハの大切さを忘れて音楽教室もバッハを無視してるから、やっぱりそこに私は問題があると思うね。でみんなピアノ習いたい、そのアマチュアプロ含めてなんだけども、みんなやっぱりどうしてもピアノ難しい曲やりたいやりたいってなって、うん、有名なあの映画音楽とかあのショパンの原声のナナノバルズ、あのポロネーズとか言ってもそこばっかり言ってるけど、それをやるためにいかにバッハをたくさん弾いてればもっと上手に弾けるんだけど、うん、それすら知らないでそこへ行っちゃう残念な、そのそれを知らないのね。で先生方もやっぱりやって、だから世界的なコンクールでなぜ必ずバッハが第一ラウンド第一予選に入ってるかって、ああ、うん、もうバッハを3分聞けばその人の本性が分かる裸になるようにも分かる。だからもう私なんかバッハを30秒聞けばもうその人の場が分かる、何が足りないか、何だから、それだけバッハっていうのはそのなんて人を裸にする、うん、それだけの大切さ、うん、そうだから、ね、バッハはやっぱり本当に基本だと思うし、私もでもバッハの素晴らしさっていうのは何百年経ってもバッハの音楽をジャズにアレンジしてもボサノバ風にアレンジしてもなんていうのかしら、活かせる、それだけ素晴らしいオリジナル、だからどんなアレンジしても安っぽくならない、それがバッハの素晴らしさね。うん、いやすごい学ぶし、その通りだなってなんか思いますね。私最近私ずっとね、あの毎日あのちょっと家の事情結構家事随分やってるのね、これでも、そして必ずバッハのカンタートをいつも聞きながらやってるの、うん、そうするとすごくね気持ちが、掃除しながらでもバッハのカンタート聞いてるともう全部がこうなんて綺麗に感じて、楽しいですね。なるべく弾きたい曲、あとやっぱり悲しい曲をね、あんまり積極的に弾きたくない。エラさんと歌うときは、の選ぶとき、まあね、うん、バッハもいろいろなね曲があるからだけども、選曲の時は。私はね、どちらかというと悲しい曲は好きなんですね。ていうかなぜかというと、先ほどマリさんおっしゃったように、あの人の心に寄り添うから、うんうん。どうしてもやっぱり大切な人をね、亡くした方っていう。うんね、場合はやっぱりそういう歌、例えば日本の歌曲とかでも「あの口なし」っていう歌があるんですよね。で、あの例えば「口なし」っていうのはこう亡くなったお父さんのことをね、こう花と対話することで思い出してっていうね、あの歌なんだけれど、やっぱりそういう歌を歌うことでやっぱり多くの方がやっぱり涙したりする、やっぱりその人の世界、だってあのコンサートっていうかね、 ある場合っていうのは確かに私の歌を聴きに来てくださってはいるけれど、個々のお客様の時間じゃないですか。そう ね、だから聞きながら自分自身の父を思ったりとか、いろいろね、悩み事だとかっていうことと向き合ったりする、それぞれの大事な時間だから、そういったことの何ていうのか、皆さんの大事な時間を共有できる、なるべく曲を選ぶようにしてね。でもちろん挑戦するような歌も歌うけれど、それはまあ本当にごくわずかの曲にして、まあ、お付き合いくださいっていうことで、でも後の場合はあのそうやって皆さんに寄り添うように考えます。そういう意味でね、私はやっぱりあの日本歌曲とか日本の歌とかっていうのはやっぱり日本語だからね、母国語だから皆さんにこうダイレクトにね
こう響くっていうところもあって、だからやっぱりそういう歌を今特にね、あのなんか昔はねやっぱりどうしてもイタリア語とか外国の歌曲とか歌ってオペラリアとかね、やっぱり体力ある時はやっぱりオペラリアをバーンって歌いたい、かっこいいからね。だけどそのかっこいいっていうのはやっぱりまあ自分自身が歌ってかっこいいのであって、やっぱりお客様に寄り添うってことになると、そうそうそう、やっぱり違う曲の方がお客様のね拍手が違うわけですよ。ね、あとすすりなく声とかなんかはね音が聞こえたりとかすると、だからやっぱりこう提供するっていう側はやっぱり自分のどうだっていうふうなことの発表会的なねこともあるかもしれないけれど、やっぱり皆さんのための音楽会かなって私は最近思う。いや本当にその通りでね、私は実はそのスペイン音楽バーハ、その日本の歌っていうのをメロディー入れていて、うん、であの奥村はじめさんっていうね、その芥川龍之介さんと同年代に生まれたピアニスト兼作曲家で、日本ではまだあまりその芥川さんのようには知名度はちょっと低いんだけれども、うん、私は前から彼は実は、日本の民謡をピアノに編曲しているのね、うん、であんまりそれ知られてないんですよ。で私がこうあの、まあ、もう10年経っちゃうかな、あのそれ録音したんだけど、その中で お手もやんとか温度の船歌、それこそ広島の民謡とか、うん、ソーラン節とか、いつきの子守歌とかね、とってもピアニスティックに書かれていて、で私お手もやんはこれは熊本民謡で、あの何がねこれ喜ばれるって、外国に行くとみんなすごい喜ぶわけ、うんうん、お手もやん。で例えば日本の私は外国ってすごくしっとりしてるけど、こういったすごく踊りのようなアクティブなね、このお手本屋 の、 そのとてもピアニスティックで、みんなもうこんな曲があったのかと、うん、で私は日本の人はもっとこういった日本の、ね、曲をやるべきだと思うんです、うん、で今ね同じことを思ってると思うんだけど、日本ってどうしても例えばね、あのブランド外国のものとか、ね、難しいアメリカ、あの当時のアメリカのマリスト、そういう外国の憧れが強いわけ。舶来が好きだから、ね、そうするとね、その曲もそうなんですよ。でどっちかってドメスティックの日本のものやってたらちょっと田舎っぺとかね、そういうふうなイメージ持っちゃうわけよね。でも私は日本人って自分の原点、やっぱ自分たちのメロディーは何かってアピール、外国に行ったらね、みんな聞かれるんです。うん、だから日本行ったらあなたの国は何、やっぱ必ずあなたのアイデンティティを問われる。そうすると自分の国の曲を一曲歌うとか、自分の曲の国のね地方とかその地域の身を歌う上げるだけでやっぱりブラボーなわけね、うん、あっちはそんな日本人がそんな例えばあちらの民謡を歌うよりもやっぱりあなたの国を聴きたい、うん、そういうのはとっても大切なことであって、もっと私は1曲でも2曲でもその日本人の子供たちがね民謡とかちょっとそのピアノやって、で将来海外の行った時とか外国の友達に日本の曲ってどんな曲って時に弾けた方がよっぽど喜ばれるんです、ショパンばっかり弾いてるより、うん、そこで日本の大切さイコール自分の日本人としてのアイデンティティ、うん、そしてその文化を広める。だからあの日本のメロディーもね、ぜひ今度一緒にね、うん、やりたいですね。それはね、あと言葉はやっぱり、うん、一番日本人はその日本の言葉がこう流れてるのがジーンときますよね。そうなの、そんなの同じその詩をドイツ語とかスペイン語で歌ってても、私はやっぱスペイン育ちだけども、それよりも日本語の方がぐんと涙が出てくる、うん、だから言葉っていうのはやっぱり自分のね、うん、あの肉っていうのかな、日本人だったら大切にしなきゃいけない。だからね、言霊っていうのは大切ですよね。 そうなんです。それは本当に神の言葉っていうか、その影響を与えるから、うん、だからやっぱり私はこれからも今もずっとやってるけど、地道にその日本のメロディーはやっぱりマストだと思うし、一番癒されると思う。特に今こういう時代、コロナのがあって、いろいろ個人のその個々のなんていうのかしら、まあ、問題、悲しみとかね、やっぱそういうのあって、やっぱり日本人の良さ、もっと私たち嬉しくなるね、自負すべきことたくさんあるし、もっとあの知らないことがたくさんある。私自身ももっと勉強したいなと思ってるんですね、その日本のリズムに関してね。でもね、やっぱりあの世の中のね偏見っていうかね、誤解があるんだけど、なんか日本の歌を歌うとなんかとてもなんかあの簡単なことをやってるかのように捉えられる時があって、でも実はあのオペラとかでも、僕あの日本オペラ協会っていうところで入って7月の1日とかもあのユーズルっていうね、ダン・イクマさんの、ね、ウンズっていう役を歌うんですけど、まあ、それは前にも歌ってて、だけどもやっぱり日本語の響きとか歌うとかって、あの今実は日本語もねあまり上手じゃない方が多いんですよ、普通に会話してても。だって微濁音とかできない、みんな
今の人たち。だからやっぱりこう言葉ってそこでね、あどういうふうに言わせる、であとニュアンスがあるでしょ。同じ言葉を使うにしてもどういうふうに言うかによってね、あの変わってくる。やっぱりふんって言うんだって、ふーんっていうのもあれば、そうそうそう、っていうね、いろいろなニュアンスがあるから、だからやっぱりそういったことも含めて極めれば極めるほどね、難しい日本オペラは。そうそうね、だからメロディーが少ない分単音だし、一番その人の持ってるテクニックとか音色が問われるね、うん、みんなあの意外と難しそうなのは簡単で、簡単そうなのは難しいんですよ、簡単って。でスケートで例えると、例えばグワーって回転ね、あれは難しいの、意外とナチュラルよりもゆっくりのこのこういうのは難しいね。だからピアノも同じで、歌も多分そうだと思うよね。うーん、本当にそうですね。ピアノもやっぱりそうですよ。そう、やっぱり音色、あのやっぱり美しさが単音だと思う。レガーってね、こう、レガー、そう。でもダガガーンとか言うのはもう意外ともうペダルでね、うん、あのすごいと思うけど意外と簡単だったりするんだよね。はあ。そう。だからやっぱりね、本当にあの簡単にこういうのはいかに難しいかっていう、あとその美しさでね。うん。いやもうそれはね、歌だってそうですよ、全部ね、やっぱりベルカントって言って、やっぱりどうやってこう息を流してね、声をこう送っていくかなんていう、ただただって歌う人もいるけれど、歌は違うんですよね、やっぱりインクどれだけレガートに美しくこうね、言葉を届けるかっていうことがあるんでね。だからやっぱり根本的には一緒でしょうね、基本はね。ね、で今平さんはもうあの東京じゃない場所でね、また、うん、あ今住んでるの熱海に、ね、自然が多いところで、そうそうそう、でやっぱりそういう環境もやっぱり歌にとどうかしら、すごくやっぱりね影響しますね。僕ね、東京はね、やっぱりもともと僕は東京生まれの東京育ちなんですよ。だから東京はもともとの自分のふるさとでもあるんだけど、やっぱりこれね、だん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 ね、やっぱりこうあの波動が合わなくなる。なんかやっぱりもう東京にいるとギスギスしてるし、みんなね。だからやっぱりこうで、ちょうどうまい具合に、あの私はあの別にコロナになったから行ったんじゃなくて、コロナよりも前にも行く計画を立ててたから、でそして向こう行ったから、あの本当ありがたいことに、あのコロナ期間っていうかね、はあの本当不自由なくあの過ごすことができた。あの穏やかにね、緑の中で自然の中で、だからありがたかったんだけど、そうするとやっぱりね、余計日本のとか、あそうそう、熱海でね、うちでももう今ぐらいの時期なんかウグイスがすごいんです。あーいいわね。でね、ウグイスってね、実はみんな上手くないの、練習するんですよ、ウグイスって。 でもウグイスを題名にして あの曲いっぱいあるからね。ありますね、ね、ね、確かに。どんな感じ。いや、あのね、本当にね、下手くそなウグイスって言ってね、もうだからみんなホーホキキョとか思うでしょ、ホーホキョワッとかね、いろんなの、あれメスかオスかなんか別なのかしら、なんかこう、あどうなんでしょう ね、だけどもね、日増しに上手になる。だからそれをね、聞くだけでね、いや人間もやっぱりね、ウグイスに見習ってね、最初からあんなね美しい音色じゃないと、うん、ね、やっぱりなんか自然の音っていうのはね、一番なんかこう学びもあるし、ね、お花の色っていうのはね、人間が作ってもないけど自然の色って、だから音色もやっぱりそういう風に近づいていきたいなと思うね。マリさん、虫とか苦手？私は苦手じゃない。あ、苦手じゃない。あのね、苦手、僕はあんまり得意ではなかったんだけど、でもね、熱海で暮らすと、あのね、視点が変わるんですよ。うん、彼らは働き者だと。でね、一生懸命生きてると思う。だから雲とかだって、一夜にしてすごい雲の巣できるんですよ。もうね、その労力とか、あとはみんな懸命に生きてる、花も草も。ね、それ見るだけで、やっぱりね、あの、教えられるし、勇気もらえますよ。だからもうね、もう雲の巣なんていかがたら、あ、やだなと思わないですよ。細かく綺麗だしね。綺麗だ、そうそうそう、そうなの。そう、私なんかね、おばあちゃんが言ってたんだけど、おばあちゃん、昔その、まあ、おばあちゃんのご主人、うちのおじいちゃん、あの若い時亡くなったし、会ってないんだけど、おじいちゃんが言ってたって、世界で一番怖いのは雲の巣だって言ってたって。なぜかっていうと、雲の巣がバーッとね、一番怖いんだって。それなぜかわからないけど。でも、怖い方で、すごい美しいなと思ったのね、うん。そう、だってあとそれと、あの努力。一夜にして、ね、だからそういうことをなんか自然から学ぶっていうことがね、この年になってね、あの初めて感じましたね。で今さっきあの夏にね、今度歌われる、うん、あのゆずる
そう、7月ね。7月ね。うん、そう、ゆうずる、段井くまさんのね。まあ、ゆうずるは私のなんかこう、それは日本語でもちろんね。そう、日本語で。で、うんずっていう役なんで、ちょっと私のライフワークっていうかぐらいに思ってるんですよ。ゆうずるはね。それはどういう意味です？やっぱりその、曲？それともそのバリトンのその部分がすごくやっぱ惹かれるっていう。全部。全部。歌、曲もね、段井くまさんの曲も素晴らしいけれども、音楽的には難しいんですよ、実は。非常にこう、日本語としてのね、そのこのメロディーとか。でもね、よくできてるんですよ。やっぱりね、ちょっとね、不気味な捉え方してる時にやっぱり、どうしてここでこういう気持ち悪い音使うのかなっていうようなね、もうだから音をね、やっぱりソルフェっていうか、音を取るだけでも結構大変で、でそれもあるし、あとはその中でも美しく歌わなきゃいけない。あとはちょ一応あれはね、地域は特定されてないんですよ。日本のどこかのっていう感じなんだけど、でもちょっとこう方言的なことも入っているから、でそれを上手にこう伝えるっていうこととかも、大事だし、あとはやっぱり一番はメッセージでしょうね。でこう、うんずってね、一番難しいっちゃ難しい。なぜかというと、つっていう昔のね、鶴の女房の話だから。だからつがいて、でよひょうっていうね、いて、でもともと鶴が人間になって、化けて、まあ夫婦になったっていうような、ね、感じで、でそれで反物を折ってたらお金になるっていうんで、ソードっていう、もう悪いのがいるんですよね。金に、あれを金に変えて儲けよう。うんずっていうのはね、間なんですよ。ユヒョウとも仲がいいし、だけどもちょっと欲もあるし、ね、だから実は根は悪い人間じゃないんだけど、でもやっぱりちょっと欲のことを言われると、ね、引っ張られちゃう。でもなんか気の毒だなっていうこともある。だからその両方のこう要素を出していかなきゃいけないから、ね、ただ悪いうんずっていうのもできるし、ね、だからいろいろできるんだけど、本当にこのうんずっていうのは一番人間らしいっちゃ人間らしい。だからそのだからオペラってやっぱりどうしても芝居に、ね、そうね、だからその人物が自分に乗り移って、 そして音色にするわけでね。そこはやっぱりピアノ違うまですごいなと思って、楽しみだなと思って。もうだからね、そういう芝居要素ってのがあるから、だから歌を朗々と歌ったからいいってもんでもなく、声にやっぱりこう表情をつけないとやっぱりお客様には伝わらないっていうのがあって、あとまあそのゆうずるもあるんだけど、来年の2月には実は倉本聡さん、北の国からのね、倉本先生の初オペラっていうのがあって、ニングルっていう、フェアリーみたいな、そう、ね、そう、ニングルっていう作品がオペラ化して渡辺俊之さんが作曲して、はい、でだからそれがまあ初上演される。それは面白い。じゃあ、そのニングルとかどういったなんかちょっとこうフェアリーっていうか夢があるようなストーリーになる。いや、それがどちらかというと、ニングルっていうのはもともと北海道のね、妖精っていうか、ね、の話があって、でやっぱりこう、まあ、倉本節っていうか、やっぱりこう人間のその勝手で自然を伐採、破壊していって、それでそのニングルっていうものが、その人間はどうやって要するに自然とかね、どうやって生きるべきなのかってことを伝えるわけですよね。でいて、人間は欲とか、やっぱりこういろいろと豊かに暮らしたいし、だけれどもやっぱり一番の幸せって何なのかって言ったら、みんなが幸せで顔をね向き合わせることなんだとか、気づいたり、まあ、失敗したりとかいうようなストーリーで、非常にやっぱりこれはね、大人から子供まで見たらいいって。やっぱりゆずるもそうだけれども、やっぱりそういうオペラ上演されて、日本オペラっていうのは新作っていうのもあって、だから変な言い方だけど、これまたご覧になってる人で怒る人いるかもしれないけど、例えばヨーロッパのオペラとかでも、新作よりも古い古典的なものもあるでしょ。そんなに古くなくても、例えばヴェルディだとかでもそうだけど、あるものを何回も何回もいろいろと歌ってかね、見つめていく道もあるんだけど、でも日本オペラって新作とか新たに作っていくものっていうのが結構あるんで、だから実はすごく難しいんです。
ね、でもやっぱり日本語で歌って新鮮で、うん、すごくいなんていうの生きがいですね、生きがいね、うん、そう、ぜひ見に来てください。行きます。私ね、自分がね、よく私声が高いからね、オペラ歌手でも歌うんですかってよく言われるの。あ、なるほどね。高い。でも実は私ね、そう、でも私コーラスやった時はアルトだけど、すごく音痴だから、すごい音痴だから憧れるけど全然音痴なの。へえ、アルトだったの。アルト、ジュリアードに勉強するときピアノの人は必ずコーラス、はいはい、それで4つに、ね、ソプラノ1、2、アルト1、2、私はアルトの1低い方だったね。とかみんなびっくりしてたけど、歌うとき全然上よりも下の方が出る。はあ、本当に。でも、一番長いのはやっぱり日本ですかね。日本、だから10歳から10歳まで、まあ、生まれは日本で、10歳から17歳マドリード行って、はい、で17歳から20歳はニューヨーク、ジュリアード行ってて、で20歳から22はロンドン、オリンピックで、だから結局義務教育はほぼ外国で、帰ってきてまあこっちでデビューしたけど、まあね、日本がメインだけれども、みんなちょっとね、変わってるねって言われますね。でも素晴らしいけど、でもどこの国が一番印象深かったですか？やっぱり私はスペインかな。なぜかっていうと、まあ一番多感な時だし、14歳でピアニストになろうと決めたから、スペインで。だから一番スペインが私にとっては、まあ、人生を変えた。まあ、スペインって言ってもマドリードですよ ね。マドリードだと、まあ、ちょっとフランス的っていうか、どっちかというと、どっちかっていうとバルセロナの方がフランス的、マドリードはもういかにも、うん、バルセロナの方が、そう、マドリードの方はアンダルシアって感じが、アンダルシアより、まあ、センターだから、まあ本当に、まあ、スペイン、まあ、本当に、まあ、スペインかな。まあ、スペインって言ってもね、だって全てのね、連合だから ね。そうね、そうだから、まあ、一番楽しい。本当にマドリードっていうと、なんか一番洗練されてるようなイメージがね。でもやっぱりね、すごくマドリードの思い出は景色も光も全然違うしね、まあ、音楽教育もやっぱりすごくラテン的に、まあ、日本ではない教え方をしてもらったから、まあ、すごい伸び伸びと褒めてもらって、それでやっぱりピアニストに なれたっていうかな。だからまあ、スペインって結構回ると奥深いですからね。だからね、私はほらプレスドミンゴはマドリード生まれね、はいはい、ホセ・カレラスはバルセロナ、バルセロナで、はい、アルフレド・クラウスってご存知？はいはい、もちろん。でね、これ自慢なんだけど、アルフレド・クラウスと同じ歯医者行ってたの。へえ、ね、それでもうみんなね、ほら疑われてうわーって、私がよく行ってた歯医者さんね、ある日ね、そのドクターがね、まだちっちゃかったから、おじさんがね、とても素敵なおじさんを紹介してあげるよって言ったわけ、うん、でドドドってきて、アルフレド・クラウスって言って、私は知らなかったから、このおじさんはすごい有名な歌い手、あ、そう、ちっちゃかったからね、で私で彼がね、あなた何、マリアのあなた何ていう先生になってるのって言ったら、いや、ホアキン・ソリアーノですって言って、あ、ね、当時ね、ゴンサル・ソリアーノってすごく有名なね、まあ、歴史的に残る系列とかで、あ、じゃあゴンサル・ソリアーノが彼の親戚なのって、いや、彼は違うのよねって、まあでもね、とってもハンサムだね、だから同じ速さに言ってたのね、だからね、歌の人に言うとね、あーって言って羨ましいって言うね。そう、写真撮ればよかったなと思ってね。本当にね、クラウス。で、彼はでもすっごく私のルーメイトがすごい親しくて、でもとってもダンディーでね、人もいいし、彼はカナリア諸島出身なんだけど、もう本当にハンサムだった。10歳の私でも分かった、かっこいいおじさんだって。へー、いやでも、もうちょっと彼の存在知ってればね、なんか本当サインかなんかもらってね、写真もらえばよかったなと思ってですね、撮ってもらえばよかったなと思って。へー、だからきっとね、歌い手にとってほら、歯はね、すごく大切だよね、一本一本ね、本当そうだね。そう、だから多分ね、すごく通ってたんだと思う、そのなんか有名なマドリードの歯医者さんだって言ったから。へー、すごいエピソードねえ。そうそうそう、もう伝説の人ですよ。本当はね、やっぱり歌の人はやっぱりアルフレド・クラウスはすごいって言って。だってそれと、だってクラウス現実的にも、なんか亡くなった時にも、もう国葬のようなお葬式でしたよね。で、彼本当にやっぱり舞台映えしたしね、あとサルスエラね、スペインのサルスエラね、あれをいっぱい歌ってたけど、サルスエラは原さん歌わない、ね、だったってことないですね。ぜひね、ぜひサルスエラは何が楽しいかっていうと、全部割とハッピーエンドで多いし、それから会話も入ってくるね、ミュージカルみたいな、で、まだまだ日本の人はそのサルスエラは知らないけども、むしろ会話が入るからすごくなんて見せ場があるからね、ぜひ、ぜひ原さんに歌ってほしいわ。大変勉強いっぱいしなくちゃ。ね、でスペイン語だって発音がフランス語、ドイツ語よりも簡単、ローマ字読み。だから私は、イタリア語に近いですよね。そう、イタリア語よりもっと簡単、完璧ローマ字読みだから。だからスペインの影もいっぱいあるし、グラナドス、いろんなアルベニスもあるよね。ぜひね、トゥリナもあるんだけどね、
まだまだ知られてない。はあ、そうね。だけどもあのテレサ・ベルガンサーっていうね、で彼女だとかのやっぱり聞いてるとすごいなって、やっぱりね、なんかこう血肉から出て歌うじゃない。だからやっぱこれってね、日本人があのテンポをね、なんか歌うことができるのかなと、リズムをね。でだからマリちゃんみたいにそこにいて暮らしてた人なら、そのなんかこう血肉からこう出てくるねリズムがあると思うけど、もういわゆるねこう土着のねなんか日本人からするとね、なんか大丈夫だろうかと思う、いやだからね、今思うとやっぱりビクトリア・ロサンゼルスとかね、はい、みんなねあっちあちょっとすごく陽気でパーティー好きでしょ、うん、いつもこう話しててこう踊り出したり歌い出したり、うんうん、赤ワインのってやっぱりそういうのって常にスペイン語も踊ってるみたいっていうか、う歌ってるみたいに話すわけよね。すごくこのなんていうかメリハリがこう、はいはいはい、日本語っていうか平坦なのね、はいはい、スペイン語で言ってることすごくこうなんていうのかな、もう言葉自体がすごくあのモビリタっていうすごくあの歌、うん、動きがあるわけね、うん、それってすごく、ね、影響してると。あとそのムードにね、リズムのムードに、うんうんうん、ぜひ私エアさんのところでチャンスあったらスペイン語勉強させてください、ね、でじゃあ平さんね、あの今日すごくたくさんのお話ししてるので、あのじゃあ今年、まあ、もう今年はまだ半年以上あるけれども、うん、今年の目標っていうか一番、そうですね、今年はね、あの、まあ、とにかくこのユーズルをね、あの成功させることと、あとはそのニングルに、ね、向けて、来年だけどもニングルに向けてっていうのと、あと来年は実はね、あのなんか還暦あ、まあ、それ言うと私もなんですね、そうだからあのなんかね、特に還暦の節目、別に何でも変われないんだけど、一つの節目としてなんかね、いろんなものにトライしたいなと思って、それがいいね、ぜひお願いしますね、ね、うん、二人でね、その、ね、ね、私もじゃあ真っ赤な衣装でやりましょうか。そうですね、本当にね今日はね、でもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。